は、マキオです。今日はダラスから自然に関することを紹介したいと思います。こちらです。わー、これはブルーボネットと言いまして、テキサス州のほとんどの地域ではもともと綿花、コットンの栽培がされていました。なので昔20世紀初頭にはもともと秋花の州の花として、綿花のコットンを州のお花と定めようとしたそうです。しかし、女性人たちから、そういった結構こう強い象徴の綿花ではなくて、もうちょっと可愛らしいような、女性として素敵なお花にしたいという声も上がったそうでして、少し、男性人と女性人で、どちらにするか対立もあったそうなんですけれども、最終的には女性の意見が通りまして、こちらブルーボネットが州のお花となりました。こんな可愛いお花、日本でもあるにはあるんですけれども、こんだけバーッと花畑としてあるのはないんじゃないかなと思います。ブルーボネットのシーズンはだいたい4月頃になります。ただ見れる地域もだいぶ差があるので、4月の初めだったり4月の終わりだったり、いろいろと出てきます。ぜひ行くところのチェックをしてみてください。テキサス州では全体の 35% の土地がこのブルーボネットの栽培に向いているということで、比較的このカラッとした砂漠のテキサス州でも育つことができる丈夫なお花だそうです。ブルーボネットの栽培できる土地はこちら、北側のダラス、そして西側のサンアントニオ、そして南側のヒューストン、この三角形の土地で比較的ブルーボネットの栽培に向いているということで、この三角形のことをブルーボネットトライアングルなどと呼ぶそうです。匂いなんですけれども、ちょっとこうなんか藤のような甘い香りが、こんだけ数があるのですごく漂ってきて、で蜂とか、虫も結構たくさんいますね。ボネットという意味なんですけれども、これは貴婦人の帽子というような意味合いで、確かになんかこの辺がこう婦人のこう帽子の形をしているような、そんな風に思いますね。ブルーボネットの花言葉、いろいろあると思うんですけれども、その一つに母性愛とか、あとは貪欲とか、そういった意味合いもあるそうです。ブルーボネットに関する伝説はたくさんあります。その中でとても興味深い伝説を紹介します。昔々テキサスに住むインディアン、長く雨が降らず土地が痩せてしまい、人々は神様たちを怒らせてしまったと考え、生贄を捧げることとなりました。ある一人の少女が亡き両親の形見である青い人形を神様に捧げるため、人形を燃やし土地に撒きました。すると翌日、不思議なことにその青い人形がちりぢりになり、畑一面の真っ青なブルーボネットの花畑ができました。また突然大雨が降り始め、作物が育つようになり、インディアンたちは生きていくことができました。はい、今日はこのブルーボネットがたくさん咲いているところとして、エニスという場所に来ています。ダラスの中心地からですと車で1時間弱、空港からですとちょうど1時間ぐらいになるかと思いますが、かなりダラスから南下した南の方の場所になります。でこちらはブルーボネットパーク、名前のままなんですけれども、というところでして、駐車場もあり、素敵な公園になっていて、小川もなっていて、今日は平日なのでそこまで人はいないんですけれども、土日になればすごい人が来て、ちょうど今の時期なので混み合うそうです。エニスの中でもブルーボネットを見れる箇所はたくさんあります。先ほどのブルーボネットパーク、あとはメドービューネイチャーなどたくさんあるので、ぜひチェックしてみてください。ブルーボネットというお花の紹介をさせていただきました。こちらの動画すごい素敵だった、ブルーボネットを見てみたいと思う方はぜひいいねボタン、それからダラスから失礼しますのチャンネル登録をお願いします。私の Facebook や Instagram でも常に情報を発信しています。ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画で。